なんでそんなチューするの今日。関節ピーチャー。じゃあこっち飲んでよ。なんで拭くんだよ。拭いてないし。拭いたじゃん。拭いてないよ。なんでそんなことすんのよ。終了。さあ始まりました、少量チャンネル、りょうでーす。はい、一人で撮っているということは翔太にドッキリを仕掛けたいと思います。イエーイ。今ですね、ちょうど翔太がゴミ捨てに行ったので、その間にさっと撮ってます。時間がないのでちょっと急ぎたいと思いますが、今回の、ドッキリなんですけれども、中をめっちゃせがむくせに毎回口を拭いたら、翔ちゃんはどういう反応するかを見ていきたいと思いまーす。はい、というわけでやっていきましょう。ひょうにょ。おかえり。どうも。どうもどうも。いやー、なんでそんな陽気なの。いいことでもあった。どうしようかな。何飲むの。翔ちゃん。何ですか。チューしよう。いいよ。恥ずかしいからやめてですけど。なんで恥ずかしいの、二人しかねえの。関係ねえだろ。こっち向いて。こっち向いて。一回こっち向いて。ちょ、おい。え？なんで拭いたんだよ今。拭いてないよ。拭いてないし。乾杯しよう。イエーイ。茶意味はない。そんなぬるいのさ。あ、全然気にしてない俺は。あ、おいしい。置けない。いいよ、置く置く置く。はい。やめてよ。はい。いいからやだ。はい、いいんじゃん。だから、なんで拭くんだよ。いや、拭いてないじゃん。拭いたじゃん。終了。拭いてないし。拭いたじゃん。拭いてないよ。なんでそんなことすんのよ。なんでそんなあからさまにすんだよ。無理やりはやダメでしょ。はあ、なんかついてる。ほんと？お互いのさ、同意のもとじゃん。いや、そんなこと言ったら俺いつも朝何なんだよ。朝無理やりさせられてるのさ。同意のもとしろ。いや違う、朝からさ、起きないからさ、うん、中くらいさせろよっつう話よ。じゃあいいじゃん、同じだ。じゃあ起きてくれる。いや、起きてるけどね。今日もうなされてたよ。はい、ね。おいおい。何よ、何何、なんで拭くの。意味が分かんないじゃん。なんで拭くんだよ。拭いてないよ。何がしたいの。キス、違うよ。キス迫ってきて、なんで拭くの。暑いからさ、汗がさ、出るのよ。お酒も飲んだしさ、お風呂も入ってし、ちゃんと今日はお風呂に入りました。おめでとう。いや、おめでとうじゃないの。一週間ぶりですか。ひど。ちゃんと入ってますでしょ、うん、毎日。大丈夫、入ってるね。そういうこと言うのやめて。あと、だから、後で履くの。履かない。履くんだって。履かない。いつも履くの。なんで今の時間にここに置くの。もう寝るだけじゃん。いや、そうなんだけど、ちょっと足元寒くなると俺履きたいからさ。やめてよ、もう。そしたらさ、寝る用の靴下買えばいいじゃん。だって今まで履いてた靴下でしょ。え、今までっていうか、まあ家で履いてたやつ。絶対臭いじゃん。臭くない。嗅いでみて。なんでそんなことすんの。ひょうにょ。もうちゃんと洗濯物入れよ。はい、俺後で履くんだ。履くんだ。今日何してたの。今日編集してたよ、ずっと。あ、そうなの。大変。うん、で、今さ、大変じゃん。そ
そうなの、割と忙しい。でもなんか楽しそうにしてるからいいと思っている。いやでももう発想が何もアウトプットしかしてないからさ、うんうんうん、インプットされてない状態だからちょっともうやばい。じゃあ俺がインプットしてあげるよ。だからなんで吹くんだよ。そりゃビンタもするよ。吹いてないよ。違うよ、たまたまここに手が来ただけだよ。どういうこと？たまたまここに手が来ただけで。拭いたんだよ、それは。拭く、拭く行為なんですよ。こういう。それが拭く行為っていうの。ね。おい、なんで拭くの？そんな性格悪っ。悪っ、性格。超性格悪いね。は？どんだけ俺性格いいと思ってんの？いい人。わかんないじゃん。自分で言うなよって話だけど。まあいいよ、はい、飲め。ありがとう。これ、こんなさ、うん、こんなにいい匂いだったっけって感じ。今だけ、なんかさ、なんか柄違うくない？あ、今だけって書いてあ、そうなんだ。優しいねだって、俺のことかな。終了。なんでそんなチューすんの今日。え、なんかほら関節ピーちゃん。じゃあこっち飲んでよ。いいじゃん、関節じゃん、うん、関節。なんなの？やめて、ほんと。やめよう、そういうの。いや、別に何もしてないけど。何もしてないじゃん。いえ、チューせがんで言ったじゃんよ。何が何もしてないのよ。あ、外国人のチューしよう、じゃあ。どういうチュー？何それ。あ、フレンチで。フレンチで。ここまで吹くんだ。待って、どこ、え、待って、え。あ、それは吹かないの。何？だって今のチューじゃないじゃん。え、チューって何？頬じゃんだって。あ、ん？え、だって俺の唇、顔を触れてないの。顔に触れたらダメなんだ。で、これもダメじゃん。これもダメ。いや、これ手だから大丈夫。顔と顔ってこと？あ、それはダメなんだよ。顔がダメなんだよ。え、どこまでいけるんですか？首とかいける。もういい。あっつ。あっつ。やめて、草とか。草。違うの、俺ダメだね。違うの。草生える方の草。草生える方の草でしょ。そう、だからそれは、量が今のこういうことするから、草っていう。臭くないよ、別に。臭いの草じゃない。草の草。うん、うん。草原の草。はい、中野売りの中心を。うん。終わり。対抗すんなよ。おい、ちょっともう風呂入るね、暑くて。うんうんうん。いい時間でしょ。お風呂入る前でちょっと注意しよう。いいよいいよ。うん。は？え？え？だからか、だからなんだ。だからか、だから。そうだよね。気づいちゃった。うん。はい、てーってれー。かわいい。かわいい。というわけで、はい。はい。もうあれだよね。あの、切り替え早くなってるよな。でしょうねってなった後の切り替えの速さ。はい、というわけで、今回はですね、翔ちゃんにキスをせがんで、必ず口を拭いたらどういう反応するかをやってましたー。イェーイ。はい。はい。どうよ。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。いいと思いますけど。いや、ほら、最近さ、翔ちゃんからのドッキリは多かったじゃん。久々になんかドッキリを仕掛けてみようかなと思いまして。なるほどね。どう？いい気分した？
いや、いい気分はしないんじゃないですか。でしょうね。そうそう。俺も嫌だ。はい。終了。はい、というわけでですね、今回の動画はここまでにしたいと思います。気に入っていただければチャンネル登録と、面白かったと思っていただけたら高評価をお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。